今回はおすすめ焼肉屋5選をご紹介いたします。まず1軒目は予約必須の大人気のこちらのお店、焼肉神宮別邸。こだわり抜いた和モダンな素敵な空間で焼肉×カジュアル肉割烹が味わえるお店です。2023年8月4日にオープンしたお店。まずはビールで乾杯していきます。こちらはキムチの盛り合わせです。特に長芋キムチが美味しかったです。こちらのユッケは韓国海苔で巻いていただきます。クリーミーな卵黄とユッケの肉のうまみと韓国海苔の塩辛さが相まって本当に美味しかったです。そしてハイボールを注文。ここで少しだけメニューをご紹介していきます。焼肉神宮さんは500円メニューがございます。こちらが裏メニュー。続いて肉寿司を注文。見てください、この艶やかなお肉。全部が美味しすぎて両手でグーをしてしまいました。続いて極み牛タンです。塩昆布がついておりました。これ以上の幸せがあるのでしょうか。続いてハラミを実食。こちらは焼肉神宮さん名物の和牛生ハンバーグ1個500円です。こちらのハンバーグはトリュフ香るこちらの卵黄に浸していただきます。このビジュアル、言わずもがなすぎる。飛ぶくらい美味しいです。こちらは特選和牛いちぼ土鍋ご飯1980円です。最後の締めは濃厚宇治抹茶もなかアイスをいただきました。続いて新鮮で美味しいお肉の食べ放題が人気の焼肉おぼろさんです。名古屋駅から徒歩10分未満で到着いたします。こちらの雑居ビルの2階にお店を構えており、中は思っていたより広く50席ほどあるとのことでした。今回は牛タン黒毛和牛食べ放題90分5478円のコースです。注文は1人2品まで。ラストオーダーは開始から70分。まずカルビが到着しました。こちらは薄切り牛タン。まずはビールで乾杯。見てください、このビジュがいい。食べ放題なのでひたすら焼いてひたすら食べていきます。綺麗なサシが入ったロース、厚切り味噌漬け牛タン、これが食べ放題で食べられるなんて、食べ放題の肉の質を超越している本当に優良店だと思います。こちらはネギ塩牛タン、開始から30分ほぼノンストップで食べています。こちらはハンバーグ、続いてタン先、こちらは希少部位のつらみ、そして絶対注文してほしいのがおぼろ特製ビビンバです。これはタレが激うまでした。辛さはほとんどないので、辛いのが苦手な人も安心してどうぞ。大満足な食べ放題でした。続いて栄でランチ焼肉ならここ、辻ホルモンさんです。名古屋市に4店舗構えております。しびれるうまさの焼肉ととろけるような絶品ホルモンのお店。辻ホルモンさん流美味しいお肉の焼き方があるので、こちらを真似て焼いていきましょう。今回注文したのは牛ハラミ入りホルモンミックスです。友人は牛タンランチを注文。こちらが牛ハラミ入りホルモンミックスのお肉です。ボリュームも抜群。これが自慢のとろけるホルモン。余分な油を落としていただきましょう。ホルモンの前に友人から牛タンを奪いました。薄切りの牛タンでうまみが詰まっていて、とても美味しかったです。こちらは柔らか肉厚なハラミ、では辻ホルモンさん自慢のとろけるホルモンを食べていきたいと思います。辻ホルモンさんのホルモンは脂が重くなく、肉のうまみが感じられました。ランチにはぴったりの一品です。続いて名古屋駅で焼肉ランチならここ、柳橋市場から徒歩1分のところにある焼肉二郎さんです。ビル3階にある大人の隠れ家的焼肉店。入店すると目の前に美しいお肉の塊が広がっております。お一人様に嬉しいカウンター席がございます。メニューはこちら、飛騨牛のA5ランクが味わえるランチが魅力です。今回は肉大盛りを注文しました。このさっぱり冷麺も絶品です。こちらの焼肉二郎さんのランチなのですが、A5ランクの飛騨牛はもちろんのこと、画面左の冷麺、この冷麺が僕の人生史上一番美味しかったです。さっぱりとしたお出汁にこちらのおぼろ昆布とすだち、そして梅干しが入っており、焼肉の口の後にぴったりです。食後は無料でコーヒーをいただきました。夜も美味しい焼肉二郎ということで、こちらのコースは現在6050円だそうです。食べログからぜひ予約して足を運んでみてください。ここからは美しいお肉の絵をご堪能ください。こちらは二郎名物焼きすき焼き。今回のコースで僕は一番これが美味しかったです。最高の焼肉コースでした。続いて鶴舞にある知る人ぞ知る地元に人気のお店、焼肉立花さんです。こちらの味のあるのれんをくぐった先は、外からは想像ができないアットホームな明るい雰囲気。今回は鶴舞で居酒屋を営む粋な夜さんご夫婦と一緒にいただきます。メニューはこちら。お一人様に嬉しいお一人様セットもございました。こちらの立花さんがおすすめな理由はお肉の質にあります。どうか動画で伝われば幸いです。ごちそうさまでした。最後に店主さんから視聴者さんへメッセージです。中区千代田の焼肉立花です。和牛使ってやってます。換気店もバッチリです。よろしくお願いします。待ってます。